こんにちは。こんにちは。はい。今回は富田先生に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ですね、今は、広場の人たちということで、はい、先生方にいろんな趣味をお伺いしているんですけれども、先生は趣味何かありますか？はい、私の趣味は、御朱印巡りとなっています。御朱印巡り、はい、すごいですね。今ね、結構可愛いいろんな御朱印帳とかもあるんですよね。はい、いろいろ。私の御朱印帳はミッフィーの絵が描いてあります。あ、そういうのもあるんですか？はい。へえ、かわいい。ね、もう、こうあれ御朱印っていっぱいこう貯めていくと、はい、埋まっちゃったらまた新しいのにしていくんですか？そうですね。なんか1枚に全部紙がつながっていてビョビョビョーンってプロ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 ってこうなるんです。なってるんですよね。はい、今はそれどのくらいまでいってるんですか？今はもう30くらいは 30? はい、もう、溜まってますね。はい、30箇所を回って。すごーい、はい、すごいですね。県外も行ってます。茨城だけではなくて、はい、県外。そうなんですね。それは一人で行くんですか？お友達と行くんですか？いや、おばあちゃんと行くことが多いですね。おばあちゃんと、はい、すごい。おばあちゃんと仲良しですね。素敵。私が運転して一緒に行こうって言って行ってます。じゃあおばあちゃんもそうやって御朱印もらったりもしてるんですか？おばあちゃんは一緒についてくる。ついてくるだけです。はい、でもね、そういうところね、はい、ね、素敵ですもんね。御朱印帳って何ページぐらいあるんですか？何ページあるんでしょう。あと残りってあと少し、そしたら30個とかってなったら表が24くらいあって、うん、その裏もまたあって24、24、24、まあ50弱前後なのかな。ありますね。あ、そうなんですね。はい、じゃあもう少しですね。はい、頑張りたいね。一冊埋めたいです。一冊ね、埋めると素敵ですね。はい、いろんなところにやっぱりこう、はい、御朱印全然違いますか？こうデザインっていうか、その字とかが、はい、ハンコのところだけのところもありますし、手書きで書いてくれるのでやっぱりいいですね。ありがたいですね。はい、そうなんですね。墨の匂いが好きなんです。あ、こう匂い嗅ぐと墨汁の匂いがして、とても好きなんですね。もらってくるとやっぱりこうすぐ見ちゃいます。見て、はい、で一緒にパンフレットとかも入ってるんで、どんな神社なのかなとか、どういう歴史があるのかなっていうのは見るのも好きですね。すごい。じゃあ歴史とかも興味はあったりするんですか？そうですね、うん、はい、得意ではないんですけど、まあ、はい、好きです。そういうのを見たり読んだりっていうのも好き。はい、そうなんですね。うん、じゃあともう少しでね、はい、一冊が終わりそうということなので、はい、ね、今日じゃあ仲良くおばあちゃんとたくさんの、はい、ところを巡って、ね、はい、ぜひコンプリートした時には報告してください。はい、ありました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい